ナンバー001、 ラボ創設者にして狂気のマッドサイエンティスト、この王院教授。そしてラボメンナンバー002、コスプレ作りが趣味の高一点、椎名真由里。そしてラボメンナンバー003、スープルハッカー橋田愛太郎。シュタインズゲートと名付けたのも俺だ。なぜその名なのかもお前ならわかるはずだ。特に意味はない。そうだろう。ヒューマンイズデッド、ミスマッチ。何、これより最終ミッション、オペレーションスクートの概要を説明する。確定した過去を変えずに確定した過去を変えずに結果を変えるのだ。最初のオーバーを払わせ、世界を変えなさ。それがシュタインズゲートに到達するための条件だ。我的名字。